日スノアキャメル、いつかの動画でキャメルシガーっていうのを吸ったんだけど、それの仲間、銘柄自体は同じだけど、なんて言うんだろう、作り方がタバコのものね、作り方が違うというか、まあ詳しい違いは俺も分かんないんだけどこっちのキャメルは、タバコはね、こう白いです、普通のねタバコっていう感じのものなんだけど、いつか吸って動画に出したキャメルシガーってのは、これが茶色いものになってて、根本的にタバコとしては、形が違うものに、なってるのかな。M&M's さん、再出勤です。今日は赤い子です。赤い子が一番スタンダードだよね、確か。わかんないけど、わかんないんかい。こちらキャメル、どうだ、ほら、タールが12ミリ、ニコチンが1ミリ、いわゆる12ミリタバコなのでね、マルボロとかと同じ重さだね。重さだけで言うと同じだね。このキャメル、なんといっても強みは低価格というところだね。前に動画で吸ったキャメルシガーってのが360円で、このスタンダードなキャメルも400円っていう低価格帯で展開してる銘柄になるんだけど、肩身の狭い、タバコの値段がどんどん釣り上がっていく肩身の狭い喫煙者諸君にはとても味方になる、おタバコとなっております。各夜もしょっちゅうねお世話になってるこのキャメルには。一時期ずっと吸ってた、これ一時期ずっと吸ってたな、今でも吸うんだけど、この12ミリと6ミリがあるんだよ。あとメンソールの5ミリのがあるんだけど、俺は重いタバコが好きなので、ずっとこの12ミリを吸ってました。割とね、お金のないカツカツな学生とか買ってるイメージかな。あとは本当にお金がない、あの生活保護を受けてるおっちゃんとかそういういわゆるあまりあれな、ちょっとあまり大っぴらにできない人たちのタバコ。俺もそのくくりになっちゃうな、そしたら。カフェラテとタバコうめえな、最強だな。カフェラテなんて2年くらい前まで全然飲めなかったけど、もったいなかったな。まあチョコミントとミントの美味しさは未だに分かってないけど、このキャメル味的にはこうやっぱ重いんだよね。安くて
重いから煙を吸いたい人にはうってつけかもしれない。かなりガツンとくる。これはね、それが癖になるっていう人も多いんじゃないかな。パッケージが可愛いんだよね、このキャメルって。つまりラクダじゃん。ちゃんとラクダの色なんだよ。可愛い。あのタバコのあれにもついてるの、ロゴがついてるの見せればよかったな。そう、あの安いタバコの割にって言ったらあれだけど、パッケージが普通に可愛くて、それに惹かれて買ったっていうのもあるな最初。うん、低価格帯の中では一番好きな味をしてる、個人的には。ということで、割と一押しのキャメルでした。